第二回衆議院議員総選挙。第二回衆議院議員総選挙。第二回衆議院議員総選挙は、1892年、明治25年2月15日に行われた、日本の帝国議会、衆議院議員の選挙である。1890年11月29日に、第一回帝国議会が招集された。反発による、政府、第一次、山形内閣と、 民力給与を掲げる民党が対立を続けたものの、双方とも相手の出方を伺ったこと、政府が内外に対する面目から議会解説早々の衆議院解散を望まず、かつ民党の内自由党と左派を一時切り崩したことから、政府は過労死で閉会、1891年3月8日まで持ちこたえた。だが、次の第一次。 松方内閣で迎えた第2回議会、1891年11月26日開会は、第1回議会のように衆議院解散を選択し得ない状況ではなくなり、かつ民党も、薩長出身の閣僚が過半数を切っていた松方閣を弱体と見て政府批判を行った。 12月20日の蒲山助のり海軍大臣による、いわゆる万有演説で一気に緊張感を増した衆議院に対して、松方内閣は25日に初めての衆議院解散に踏み切った。この選挙では、内務省、品川矢次郎内省、白根千一時間による選挙干渉によって死者まで出したことで知られているが、実際には複雑な経過をたどっている。 解散の二日後に、松方正義首相と品川内相が、相次いで府県知事に内容を出して、案に政府系の候補者に対して、便宜と票の取りまとめを依頼したこと。ただし、戦前においては、後の政党内閣期も含めてこうした要請はしばしば行われたと言われている。直後に、松方、品川、白根に加えて、平山茂信書記官長小松原栄太郎警保局長、 大浦兼武警報局主事らよる選対本部が極秘に組織されて政府系候補への選挙支援策が協議されたことは明らかにされている。だが実力行使を含めた選挙干渉を指示した命令類が発見されていないこと、逆に複数の知事から政府に対して民党進出を阻止するために警察力の行使を求める意見が寄せられていることから、 選挙干渉の発案が内務省側なのか、府県知事側の突き上げなのかについては明らかではない。ただし、選挙初期から各地で支持者同士の揉め事も起きており、そこに実力による介入の余地を見出した可能性はある。各地で民党候補及び支持者と警察との衝突が発生し、自由党が強い高知県で政府公式発表で死者10名、 負傷者者66名名という流血のの惨事が発生しした、た。ほか、全国で25名の死者を出した大規模な死傷者が出た、府県の知事には、薩摩藩あるいは隣国で、つながりが深い日後藩出身者が多く、薩摩出身の松方首相を支持し、地元県会では、民党議員と激しく対立していた。こうした地元の事情が、実力行使を伴う干渉を引き起こす一因となった。 だが、こうした実力行使を伴う選挙干渉に対して閣内にも反感を招いた。む宗むねの商務大臣は自由党幹部の星通る、高島智之助陸軍大臣は同じく同党幹部の荒井正吾の後見人を自負して、選挙干渉の金をこれらの候補に渡して支援し、品川や白根らが抗議するとこれに反発した。 内務省が1月5日に発行された自由党機関紙、東方号外の内容を管理部属罪に当てて、総裁である板垣大介を発行席者として逮捕しようとした際には、尾崎三郎法政局長官、田中藤丸司法大臣が反発して断念に追い込まれた板垣は伯爵であるため、司法大臣が天皇に創上して許可を得ない限りは処分できなかった。そして、 松方首相自身も極秘に、側近の区期留一提出博物館館長を派遣して、独自の選挙工作を行わせ、高知県に保安条例を発動して、警察を政府の直接管理下に置いたのである。選挙結果は民党であった自由党と立憲改進党が大幅に議席を減らして、過半数こそ割ったものの、4割近くの議席を確保した。 しかも、対する離島は本来は、親政府というよりは、反民党集団でり、実際に、離党という言葉を用いていたのは民党及び、その支持者であり、政府や当事者たちは、恩和派という表現を、主として用いていた。その考えも、国粋主義者からリベラルまで、あるいは朝鮮主義者から、政党主義者まで幅が広かった。伊藤博文は、こうした、恩和派、 理党勢力を総結集した新党を結成しようと、したが、政党そのものに、不信感を持つ明治天皇や山形ありとも、政治の主導権を伊藤に奪われることを恐れた、松方首相が反対し、元勲会議においても、松方内閣支持、伊藤新党反対の合意を取り付けて、伊藤を新党結成断念に追い込んだ、3月11日、枢密院議長辞撤回。 反発最大の実力者、伊藤の政治的孤立を招いたことで、松方は政権運営に自信を深めたが、干渉の責任者とされた品川内省と、伊藤側近とされた道の苦悩少将が辞表を提出した。表面上は、前者は選挙干渉の責任を取る、後者は選挙干渉への抗議の辞任ということになっていたが、実際には両者とも民党が依然として、 相当数の議席を確保したことで、松方内閣はむしろ死にたいに行ったと考えて、政権離脱を考えたものとされている。その後、離島議員は中央交渉会、中央交渉部を結成するが、早くも路線対立が顕在化して、後に内省を辞任した品川、干渉によって離島が躍進した形状。 品川は彼らのまとめ役をする立場に立つことになったを、名手として国民協会を設立する勢力と中央交渉会にのみ止まる勢力独立クラブ、後に同盟クラブを結成して最終的に民党側に離反した勢い、これによって民党は再び過半数を確保するなどに分裂した。これを見た民党は選挙後に開かれた議会で、 選挙干渉に移籍する上層案を提出5月12日するが、この時には依然離党の統一が形式的には維持されていたために143対146で否決されるが、2日後に提出されたより穏健な選挙干渉に移籍する決議案は154対111で通過してしまったのである。こうした事態を受けて品川の公認となった。 ソエジマ・は、白根以下の内務省幹部や地方知事らの更迭を行って、事態の打開を図ろうとするが、白根らによる、ソエジろしが功を奏して6月8日には、ソエ辞任に追い込まれた。その後、松方首相が一時内省を兼務した後に、河野戸釜が公認内省となるが、河野は7月15日に、松方首相に迫って、白根更迭を強行し、20日には、 安原品川、白根を支持した知事も更迭した。これに対して、薩摩藩出身の高島陸将、河山海将は、薩摩伐の切り捨てと解釈して7月27日に、明治天皇に辞表を提出。これによって、閣僚統制の自信を失った松方は、内閣総辞職を決断することになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。